まず1番は福岡ルーキーの阿部綾人、2番大阪ルーキーは久田はじめ、3番鹿児島ルーキーの稲留敦樹、4番北海道から高良博明、5番は地元大分の篠田達樹、6番宮城三沢勝成、7番宮崎五反田豊勝、以上のメンバーオッズパーク杯チャレンジ決勝戦を争います。さあこのレースを勝ちますと A 級2冠への特別賞判が決まります。福岡ルーキー1番阿部綾人、ラインが長沢断然です。番手は鹿児島ルーキー3番の稲留、そして3連勝をかける地元伊田の篠田、4番手を固める宮崎の五反田、1番3番5番7番打倒阿部の1番手でしょう。大阪ルーキー佐田はじめ先行2連勝での勝ち上がり、決勝戦は短期というハンディがあります。そして北日本は北海道の宝に宮城の三沢、4番6番です。発走します。第7レースオッズパーク杯チャレンジ決勝戦の発走です。まずは鹿児島ルーキー3番稲留敦樹がスタートを決め、ラインは分厚い九州が前が取れました。宮崎の五反田豊勝、短期となりました大阪ルーキーは久田はじめ、後方からは福岡阿部綾人、そして5番地元ホームの篠田達樹、ともに2連勝で勝ち上がっています。北日本の2人は北海道宝博明には予選連携宮城の三沢勝成、2日間ともうまくこの久田に切り替えて2着2本の宝、どうでしょうか。大阪ルーキー久田につけているのか、2周目の石子田向かっています。さあこのレースを勝ちますと待望の A 級2冠への特別賞判が決まります。福岡ルーキー阿部綾人、ラインは長い、しかも前が取れています。後ろは鹿児島ルーキー3番の稲留が回ります。地元大分の篠田は3番手、宮崎の五反田がその後ろ、1番3番5番7番2番の久田は5番手の位置。さあ宝がゆっくり上げます。どうやら宝と三沢、北日本の2人がアクションを起こし、2周目から3周目向かっています。眉取った阿部綾人がどう出ますか。北日本の2人が一旦抑えます。さあすんなり下げました。1番阿部が下げまして、2番の久田の乗り換えがありません。さあ久田は短期7番手であります。前から下げた阿部綾人は絶好3番で、さあ最後方から作った久田が、ここは3番手すくいまして、外は1番の阿部綾人ともつれています。ペースは上がらず、3番手は久田はじめ、そして4番手に1番阿部綾人が下げました。さあ3番手から叩きます。久田はじめが北日本の2人、宝と三沢を叩きました。叩かれた4番の宝、2番手くれまして上げていきました。1番阿部綾人、3番稲留敦樹、ルーキー2人ですが、さあ叩きました2番の久田、それを一気に行きます。バック手前からまくります。阿部綾人後続は切れそうです。久田はじめが粘りまして、差を詰めるのが鹿児島ルーキー稲留敦樹、どうやらルーキー3者で決まりそうです。阿部綾人3連勝、そして特別賞判、久田はじめと稲留敦樹、ここはルーキーの 1-2-3 が決まっています。やはり短期は荷が重かった久田、行きましたが一気にまくった阿部綾人、ここで9連勝を飾りまして、上での戦いにも期待が持てそうな福岡ルーキー阿部綾人、見事な3連勝です。久田が2着、そして稲留が3着、ルーキー3者は1番2番3番の結果です。7レースはオッズパーク杯チャレンジ決勝戦、決定放送までお待ちください。
番2連勝短式、1番2番320円3連勝複式、1番2番3番160円3連勝短式、1番2番3番530円ワイド。と大分の篠田川3番手、宮崎の五反田がその後ろ、1番3番5番7番2番の久田は5番手の位置。さあ田原がゆっくり上げます。どうやら田原と三沢、北日本の2人がアクションを起こし、2周目から3周目向かっています。眉取った阿部彩斗がどう出ますか。北日本の2人が一旦抑えます。さあすんなり下げました。1番阿部が下げまして、2番の久田の乗り換えがありません。さあ久田は短期7番手であります。前から下げた阿部彩とは絶好3番手。さあ最後方から作った久田が、ここは3番手すくいまして、外は1番の阿部彩ともつれています。ペースは上がらず、3番手は下田はじめ、そして4番手に1番阿部彩が下げました。さあ3番手から叩きます。下田はじめが北日本の2人、宝と三沢を叩きました。叩かれた4番の宝2番手くれまして、上げていきました。1番阿部彩と3番飯田止めやつき、ルーキー2人ですが、さあ叩きました2番の久田、それを一気に行きます。バック手前からまくります。阿部彩と後続は切れそうです。久田はじめが並びまして、差を詰めるのが鹿児島ルーキー稲留敦樹。どうやらルーキー3社で決まりそうです。阿部彩と3連勝、そして特別召喚、久田はじめと稲留敦樹。ここはルーキーのワンツースリーが決まっています。決定。1着1番阿部彩と